ませんね、こいつ適当なことばっかり言うんで俺がフォローしてあげないといけないんですよ。よし、鬼ごっこしよう。しないって。え、今から漫才するからさ。で、漫才終わったら鬼ごっこしよう。あ、分かったよ。最近ね、うちの近所にコンビニができたんですけども、いや、コンビニって24時間何でも買えて便利ですよね。で、僕がコンビニ行ったらまずね、コーヒーを買うんですよ。コーヒー飲むとシャキッとするじゃないですか。コーヒーといえばさ、松崎しげるってコーヒーみたいな顔色してるよね。そうだね、コーヒーみたいな顔色してるね。で、ブラックかな。松崎しげるさんもね、結構あのコンビニね、利用するみたいですから。マジでか、生意気だな、あいつ。あとね、今の時期のコンビニって言ったらおでんですよね。ああ。僕はね、白滝が一番好きなんですよ。白滝といえばさ、アンパンマンには白滝姫ってキャラがいるんだよ。あ、白滝姫、絶対ブスだね。間違いなくブス。アンパンマンもね、あのコンビニ利用するかもしれないですからね。ないとは言い切れないね。コンビニって便利ですよね。タダル君、タダル君、ピザ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 、じゃあここは肘。肘だね、全部一人やっちゃったね。楽しくって一人占め。一人と言ったらコンビニの夜勤ね。いや、コンビニ夜勤は大体一人ですからね。いや、でもその一人のおかげで24時間何でも買える。いや、コンビニって便利ですよね。校長先生、おはようございます。はい、おはようございます。校長先生だね。先生、校長先生と言ったら独身、コンビニ弁当だね。独身の校長先生は自炊できないですから、やっぱりコンビニって便利ですよね。ただただただのあにゃんにゃにゃんただのね、ただのユージだね。ただのと言ったらコンビニね、ただの雑誌、フリーペーパーとかも置いてありますからね。いや、コンビニって便利ですよね。コント野球バー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 。ここね、ここで俺が打ったら南と付き合えるんだ。カキー、やった、ホームランだ。なあ南、約束通り俺ホームラン打ったよ。俺と付き合ってくれるよな。それはできないよ、早坂くん。だって今のはファールだね。勘違いだね。勘違いと言ったら団地内、団地内にもコンビニたくさんありますからね。いや、コンビニって便利ですよね。ピッポッパポピッブルルルルブルルルルルルブルルルルガチャ、もしもし。お宅の娘さん預かりましたよ。え、うちのアリサを、頼む、声を聞かせてくれ。パパ助けて、パパアリサ、アリサ頼む、アリサを返してくれ。それはできないな。アリサ、アリサは私の大事なファミリーなんだ。ファミリーと言ったらファミリーマート、コンビニ。ファミマのね、いろんなの売ってますからね。やっぱりコンビニっていいですよね。あなたって知ってる？オランダにはスケベ人間って地名があるらしいよ。スケベ人間って絶対住みたくないね。住みたくはないね。でもドキドキはするよね。なんかスケベと言ったらコンビニね。コンビニエロ本売りまくってますからね。またけしからん話ですよ。それにしてもさ、コンビニって便利だよね。お前が言うな、いかにしろ。どうもありがとうございました。